はい、お疲れ様です。元光です。今回のお話なんですけど、アクステンバ屋がね、また涙目になっていると。うん、ただ、今回の話はものすごく朗報なんで、えちょっとお話ししていこうかなと思います。もとみつ先日の動画で,ですね、シャイニースター V っていうね、ポケモンカード、うん、こちらの話をしてですね、えー、アクス転売屋がもう大爆死しているというような話をさせてもらいました。えー、この右上に、ここら辺にある、このね、えー、もう、 ポケモンカードのボックスを大量に二重ボックスとかで売って、えーまあ、それでもね、まだギリ利益が出る、ギリギリ利益が出るぐらいの値段で売ってたりしてたんですよね。ただね、全然売れてなくて大爆死してんじゃんっていう話したんですけど、もっとやばいやつがいたんですよ。もっとすごい、あのー、大爆死してるやついたんで、まあ、そのお話を見ていこうかなと思います。あとですね、さらに、えー、この転売屋 うん、ポケモンカードのテンバイヤー、なんだろうな、トレーディングカードゲームの、まあ、特有のと話なのかもしれないですけど、あのなぜかね、これだけ、えー、いろいろ対策打たれたりして、価格がね、えー、めちゃめちゃ下がってきてるような状態なのに、テンバイヤーはまだある程度強気で、えー、ギリギリ利益の出るような感じでメルカリに出品してたりするんですよ。なんでなのかで 思思ううとところもあったと思うんですけどその、えー、謎というか、うん、最後の頼みの綱っていうのがあってその頼みの綱さえも今回、えー、切れてしまうということで本当にね あのポケカにおいては高額転売、買い占め野郎たちがあの終焉の時だということでバブル崩壊しちゃったというような話を、ね、していこうかなと思います。すごいですよ、本当はい。えー、元町のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということでね、まあ、今回、えー、一番のテーマになるのが、えー、このシャイニースター V の転売になるんですけど、このシャイニースター V っていうのが、えー、1パック550円で基本的にボックスで10パック入ってて5500円で、えー 取引されているものになるんですね。低、うん、価だとね。で、今現状ではメルカリとかでは大体7000円とか、うん、あの送料とか考えて、まあ、ギリプラスになるぐらいで20パックで販売されてたりとか、えー、先日の動画ではお話しさせていただきました。うんまあ、それでも全然売れてないんですけどね。 はい、で、えー、今回見つかったのがですねポケカの未開封ボックスポケモンセンターより在庫充実している人いて、草っていうことで、さすがに抱えすぎやろということで、めちゃめちゃ在庫抱えてるやつがいるというね <laughs> ツイッターの内容があったんですよ。こちら、ポケモンカードシャイニースター V130 ボックスということで、さっきのもうね、あ価格がどんどん下がっていってる、うん、あの売れなくなってる転売屋がね、えー、再販とかで売れなくなっていってるものが130ボックスもあると。 <laughs> いや、家によくこんなね、あの、<laughs> 置いとくとこあるよね。すごいな、びっくりなんですけど、130ボックスで100万円っていうことなんですけど、これ、送料込みとか、送料どんだけ高いんだろうね、こんなの。まあ、とにかく、えー、これで大体、1ボックスあたり、えー、7000円台ぐらいになるのかな。うん、それぐらいになるんですよ。なので、ギリギリこの人、プラスになるんですよね。うん、おそらく。これを売ったとしたら。 で、えー、まあ、こんな風に出してたりだとか、もうめちゃめちゃ在庫抱えてるんですけど、他にもあるんですよ。まあ、先ほどね、シャイニースター V っていうパック以外も、も,ものすごい、えー、これとか83ボックス、106ボックスとかあるんで、もう本当に残ったやつ、もうめんどくさいから、これいっぺんに出すよみたいなね、在庫処分セールみたいなことをしてるんですけど、全然値段は低くないんですよね。なんだこれ、誰が買うんだよ、一体。一般人絶対買わないじゃん。<laughs> めちゃめちゃ面白いんですけど、まあ、こういう状況まで追い込まれてるみたいなんですよ。それでもなおね、あのー、ギリギリ自分たちが利益出せれるぐらいの金額に設定してるんですよね。で、なんでなのか、まあ、そこについて、ね、お話していこうかなと思うんですけど、えー、なぜなのかというとね、こちらの、えー、表を見ても欲しいんですけど、2021年10月1日13時頃の話で、これ何の表かというとですね、先ほどのシャイニースター V の えー、パックの中に封入されているそのカードの相場の話なんですよね。まあ、レア度によってそのポケモンカード1枚の、えー、例えばどこか、ね、買取してもらったりしたら価値が変わってくるわけですよ。で一番高いのがこのマリー SR っていうあのカードがあるんですよね。 これが今現在、まあほぼ現在ですね、10月1日の時点では、あのマリー SR っていうのが3万から3万3000円したんですね。で、他が1万2000円とかね、リザードンとかが。で、そこからはどん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 下がっていくんですけど、まあこの3万ってめちゃめちゃでかいですよね。 で、えー、こういうカードがありますよっていう話なんですけど、ただこれ、現在の話で、えー、実はですねあの発売されてから、まあ、1年近く以上経つのかな、まあ、1年以上か、で、えー、経つんですけど、えー、当時、うん、初期の頃はね、むちゃくちゃ高かったんですよ。あちなみにこのね、表が、えー、あるホームページから引用しているものなんで、まあ、もっと気になる人はぜひね、えー、リンク貼っとくんで見てください。で、えー 高い一番高い高騰した時ではね、9万円近くの価格がしてたんですよ。1枚ですよ。1枚9万円ぐらいの価格になってて、今、どん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 下がってきてて、この表ではね、9月中の間ではだいたい4万円いくかいかないかぐらいのところまで下がってたんです。で、10月になると、えー、もっと下がってると。うん、先ほどのね話だと。だどん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 下がってるんですよ。それはまあ当たり前ですよね。 うん、一般の人に、えー、だいぶ回るようになったのと、まあ、それを、えー、それはなぜかというと、えー、メーカー側から再販がね何回もされたという話なんですよ、うん、それはねどん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 ね、えー、ポケモンカードそのレアのレアなカードが増えていけばそりゃ、えー、レアカードの価値が下がるのは当たり前ですよね、うん、数増えるんだから、まあ、ということでですね 一番高騰した時から考えるとえ約3分の1ぐらいに近いそんなレベルまでえねえこのカードが下がってるんですそれはもちろんこのマリー SR 以外もあの同様ですよね数がどんどん増えててレア度が下がっていくわけですでえこの高騰してる時9万円近くの高騰してる時だったらあのもしねこのシャイニースター V っていうパック を、えー、高額転売して売れなかったとしても最悪自分で開ければよかったんですよこのマリー sr っていうのが、えー、約5%で入ってるみたいなんですけどまあネット調べてまあ確実な、えー、数字は封入率っていうのはなくてですねまあ、約5%で入ってるということでワンボックスにねうん。 入ってて、まあこんだけ1枚で9万とかあれば、まあ、全部開けちゃって、えー、全部のカードを売りに行けばカードショップとかに売りに行けばなんとかプラスになるんですよね、うん、全然自分の利益になるんですよだからこそ、えー、それ以上に確実に利益になるような、えー、転売の価格で販売してたわけですよ うん、悪質ですよね。買い占めて高額転売してるということだったんですけど、それがどん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 相場が落ちてきてですね、もはやこれぐらいになってくると、うん、3分の1ぐらいになってくると、え全部開けて売ったとしても、全然プラスにならなくなってくるんですよ。うん まあ、まさにバブルが崩壊したと、ポケモンカードの価値のね、バブルが崩壊したということで、あのー、一般に普通に楽しみたい人がね、えー、より楽しめるような状況になってきたんじゃないのかなと思います。<laughs> 完全大爆死ですよ大爆死というかもう終焉の時ですよ。うん、ポケモンカード。ね、えー、先ほどのね、えー、こういう他のパックもそうですけどあの、こんなポケモンカードで高額転売しようなんて、 もう一時むちゃくちゃ高騰してたんですけどね、もう10倍とか、もうそんなね、桁違いの話もあったんですけど、それももうついに終焉の時だと。メーカーの努力、店頭の努力とかね、まあ、いろんなところによって、今回ね、<laughs> あの、ン売屋が、ーが爆死どころではなく、完全に終焉の時のところであるというのと、さらにですね、<laughs> あるイ売屋は、130ボックスも抱えて、えー、地に落ちてしまうということで、ざまーみたいなね。<laughs> これね、だからもう今後売ろうと思ったら、あのね、メルカリとかで売ろうと思ったら、ワンボックスあたり5,500円なんて、えー、定価よりも全然低く、3,000円とかじゃないと売れなくなってくるんじゃないかなと思います。だとしたらもう完全に赤字で、えー、もう塞いでしかないですよね、これ。 いや、笑い止まりませんね。えー、これでね、ポケモンカード、えー、普通に純粋に楽しみたいって思ってるね、一般消費者の方が、えー、より、えー、過ごしやすい環境になれば、それでいいのかなと思います。ほんと多分もうこういうことになってきたら、今度転売やもう怖くて、えー、こんなことできなくなってくると思うんですよね。えー、買い占める作業とかね。<laughs> で、これ、純粋に、だって、え、借金を買いに行ってるようなもんだからね。<laughs> まあ、ということで、ね、まあ、今回はバブルが崩壊したと、ポケモンカードのバブルが崩壊したという話をしたんですけど、ただね、元々ネットの話だとかをいろいろ調べた結果なんで、元々そこまでポケモンカードに詳しくないんで、もし間違ってるとかっていうところあれば、指摘していただけたらなと思います。な、まあ、何にしてもね、えー、転売ヤーが苦しい思いをしてるのは間違いないでしょうね。 はい、ということで今回の動画は以上です。えー、皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元つのチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話ししていきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もごご視聴ありがとうございました